ただ次元論考えたらね、山下久美子さんお手つきやんね。だってうちのアメブロの、別の解説論文と組み合わせないと君たちビンゴやったっけ、なんだっけ、君たちはビンゴの君たちビンゴの神、君たちやった出ないでしょ。で結局桜宮高校っていうのは公立やけど、そのいろいろと有名人を文化祭に招くタイプの学校やったみたいで、うちらの世代の時そんな流行ったかもしれんね、そういうことするのもね。今もそうなんかな、まあ違うかもしれんね。ゆとり教育を挟んでもそういう風習はなくなったかもしれんね、風習っていうかね。で結局そのうちがバンド組んでた大学でね、同志社でバンド組んでた、うちは桜宮高校出身じゃないよ、バンドメンバーが桜宮高校出身やって、つまり畑バンドにいた人やって、だから一浪してきやって、要するにな、つんくんは近所におってんで、門真市の。で、ある時、もう、佐賀に引っ越しするわ、みたいな。また会おうぜ、会えると思うかな、とか言って。めっちゃ生きった子やったけど、小さい時から。つんくんも行くことしような。いわゆるつんくな。で、って言ったら、まだ会うてへんけどね。ずっとシングルベッドでいてください。とか言って。あの時、うちの、な、彼女にするとかな、幼稚園ぐらいかな。言ってあったけどね。ザマミロとか、そういうザマミロ論ちゃうから言っとくけど。縄文さんのことね。要するに、ベーシストの畑バンドの。その縄文さんがうちの第2代摂政バンドの、どうしてんのな。ベーシストやって。ドラムは牧原くんの相棒のドラマやって。春日丘の、春日高校も公立な。摂政バンドのリズム隊めっちゃすごい。人脈。人脈バンド。ザッて飛ぶじゃん。ザクって飛ぶじゃないけど。で、マンボとか、マンボ松本とか、松本はじめとか、福本幸四郎は、その一緒のライバルバンドによって。まあ、歯立たんかったけどな。もう、ブルース専門バンドが同回生によって。そっちがまあ、はじめが弾いてたジャーナリストな。震災とか、橋本徹関係の、ルポ書いてる人な。あれも同い年やからな。神戸新聞系のジャーナリストな。で、縄文さんが、なんで縄文さんやったかっていうと、その山下久美子さんが桜宮高校来た時に、これ意味わかるって、君たち、公立って書いて君たち。桜の宮も公立やから。で、君たち、ビンゴの神。ビンゴはビンゴのビンゴ用紙。ビンゴ大会最後になった時に、山下久美子さんがなんか歌ったでしょ。君たち、ビンゴの神。とか、なんか、何そのネタと思うけど。で、なんで縄文さんって山下久美子に言われたって、やっと分かって。その、君たちキーウィじゃなくてドキドキやったかな。忘れた、なんか混同してんのかな、歌。ちょっと待って、どんな歌やったか。もう随分昔の歌で、勝手に言ってるけど。ドキ、ドキって言って、その、だから縄文ドキなんでしょうけど。だから君たち、でも、なんでじゃあドキ、君たちキーウィからなんでドッキドッキ、あ、同じ歌か、エンディングの時ドッキドッキやったかな。もう随分古い歌で忘れちまいましたけど、だから要するに君たちビンビンって言っちゃったんやろ、多分縄文さんが、河原健一くんが、あ、言っちゃった本名で、ドキドキって言っちゃう、ちょっと待って、君たちビンビンは別のやつが言ったに違いない。ちなみに、ひっす、ぐっ、か、え、ゆうか、か、え、で、ゆうか、か、ね、ね、まあ、いいと言って。ね。だから、ドキドキするって言ったんちゃうかな。じゃ、目が縄文ねって言われたと思うんだから、縄文さんは。やっと分かった。